んなところで油を売っていたのかね。同志にあるまじき失態だ。どういうことだ。怒ってしまったのだよ、ローランスとハイランドの衝突が。まさか。自分たちの目で確かめてみるといい。きっとあれの出現も見られるはずだ。今度はそっちの仕事だね。ロゼ、仕事には仲間が必要でしょ。ライラ、あれは生まれてしまった。本当にいるなんて。ライラ、
戦の兵士の強なさに一瞬も油断できません。疲れた時点で敗北のようなもので屈者の術師の威力はかなりのもんだ。空間移動も対応するから逃がせないでよ。行くぞ獅子前行。鋭き攻撃発射する。見えてるんだね。ああ、完全に実体化してる。あの化け物、どうにかできるか。さて、
助けて母さん。なんとかできるの、あれを。できなきゃ救えねえさ、誰もな。やっぱでかい。ドラゴン。スレイさん、あそこ。はっ。一体何が起こっている？ドラゴンと戦ってるんだ。スレイが。私も、あんたも。もちろん、こんなところで死ぬ気はないよ。死ぬ目で食べろ。しぶとい。汚れを食べているのです、自分を恐れる人間たちの。さすが立ちが悪い。勝てないのか、同志の力をもってしても。立ってるだけでも奇跡だ。なんで戦えるんだ。これが同志か。いや違う。
これがスレイなんだ。無影響！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 無影
ブレッシュ今が攻撃の続けていくぞ見切れるか攻撃水源ケチュラとブレイクハッ剣の際見切れるか創造力剣の際続けていくぞ見切れるか魔を叩くはエンタ回す見切れるか行くよ行くよ見切れるかセーレンタの歪みをサポートお願いシールの加護見切れるか見切れるか加護を持たせレジストエイド無影響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 続けていくぞ主の進撃を当たった加護は得た続けていくぞ道を作る無影響アツキを癒し戒めを解けライラ無理しないで見切れるかライラを戻らせレジストエイドテーはぁーせやーうなれエクロ大抵させてしゃべれ決めろうわー見切れるか見切れるか一流メンガロンブレイト無影響マジリテランプス我が日は滅びないバイオレットハイバーンストレッチ早くにして今だ見切れるかシャー見切れるかシューサー我が日は滅びないリリックフレイム超えすぎる焼き切るシールの加護無影響見切れるかエレンタル歪みを主の進撃一度お下がりくださいあまたの流星いいノリだ調子良すぎ人間とまったくねけどこれがはい人の強さなのですよメリーの消えたモビルカリオジャワインカッサイモビルカリオ払い加護をもたらす水の刃危険突破レジストエイドハッケンタルケンジャー瞬撃ウェイトシールの加護見切れるかアドリス姿へ戻れ行くよ兵器官見切れるか無影響張り切っていきましょうおやつに汚れてあげます無影響決勝するなよガードスプレイハッシュンジュンの際無影響オランダを引き上げた今は来た風神将来ヘイザーストリーサポートお願いスピリッツリーバー名言強迫スピリッツリーバー無限戦火バーニングエゴー見えぬ幻影名言強迫スピリッツリーバー主の神殿焼き切ります天人の衝撃ズンザク尽きて説明こらえろ長いの焼き尽くせモグラ探検吸収モーが噛みつくよ強気の強圧気を癒し今しめを解けメリーフガルーゼいきます強気の強圧強気の強圧こちら蚊の身を守る癒しを使え魔竜炎武見切れた無影響終わらせる次を吠えろ大人工場だたっコガハマンそれの通り拡散せよしまったクリーパーサーサポートお願いこの身を守る癒しを使えあっとっと無影響見切れるか見切れるか観覧騒動無影響逃がさないこれどうだアカンサーベント無影響無影響やったスレイさああ
勝利だ。消えたな、汚れの気配。ああ。ちょっと疲れたね、さすがに。うん。やることはやったよ。一休みしよう。元アジトとか、どう？はあ、こっちもクタクタだ。はい、ドラゴンを倒したんですものね、うん、最悪の事態を何とかしたんだ。今は生き残ったことを喜ぼうぜ、ね、締まりのない顔だ。元からでしょ。心配いらねえよ、スレイは大したやつだ。それはもう、ですが。しっかりしすぎてても、てか母親の心境だな。せめて姉にしてください。年離れてますけど。俺らも一休みしようぜ、お姉さん。はい、皆さんに毛布をかけてから。おはよう。でもないだろう、三日も寝っぱなしだったのに。嘘、通りでお腹空きすぎと思った。とりあえず食事にしよう。スレイさんもさっき起きたところですし。食べ終わったらラストンベルに行ってみよう。あの後どうなったか見届けなきゃ。仕事人間ね、私が言うのもあれだけど。気にならない？そりゃなる。また戦争始める気なら殺しとかなきゃだし。置いてった方がいいんじゃない？ライラ、天族だったんだよな、あのドラゴンも。はい、強い力を持った方だったはずです。おそらくかの者が捕らえ閉じ込めたのでしょう。戦場の汚れが集まる場所に。生贄としてか。スレイさん、戦場は世界の縮図と言えるでしょう。あらゆる感情が渦巻いています。恐怖や憎しみだね、ドラゴンを産むほどの。それだけではありません。ドラゴンに立ち向かう勇気もありました。それはスレイさんが呼び起こしたものですわ。絶望するわけにはいかないよな、そんな俺が。信じよう、セルゲイたちを、人の世界を。はい、信じますわ。私たちもスレイさんを。
失礼、アリーシャとルーカスだ。ハイランド王国の使者として停戦の交渉に参った。ローランス帝国軍代表と面会をお願いしたい。お通ししたいのは山々ですが、公式には未だハイランドと交戦中で。国家レベルの判断です。一兵卒の独断ではいかんとも。アリーシャ、ルーカス。スレイ。やっぱり生きてやがったな。ローランスと話しに。ああ、停戦の機会は今しかないと思ってな。よくやるね、ハイランドの姫がろくに護衛も連れずに。最高の護衛がついてるっての。この程度の危険で争いが止まるなら安いものだ。だが人の立場とは難しいものでな。同志殿。白王騎士団の人だよね。セルゲイを呼んでくれないかな。スレイの友達のアリーシャが訪ねてきたって。友人同士の面会であれば騎士が関与するものではありません。まったく融通の効かない部下で申し訳ない。仕方ないよ、団長が堅苦しいから。一本取られたな。アリーシャさんですね。スレイの友人セルゲイと申します。アリーシャです。先日はお世話になりました。こちらこそ。よろしければお茶でもいかがでしょう。喜んで。スレイたちが開いてくれた道だ。決して無駄にはしない。ああ、傭兵の仕事がなくなっちまいそうだ。やけ酒だ。付き合いなスレイ。では続きは後日。はい、よろしくお願いします。あれ、もう終わったの。初回はな、ペンドラゴの城に招待されたよ。アリーシャ一人で。その代わりローランス皇帝陛下が直々に交渉してくださるそうだ。末席の王女の私と対等に。共にドラゴンと戦った戦友だ。ローランスは礼儀を心得ているよ。そっか、あとは任せてよさそうだね。ドラゴン出て地固まるだな。ああ、うまいこと言われてしまいました。どういう競争意識。スレイも一緒にペンドラゴンに行かないか。君は両国の架け橋として重要な人物だ。ありがとう。けどそれはアリーシャが叶える夢だよ。そうだね、旅の無事を祈るよ。アリーシャもセルゲイも。外で酔っ払ってるおじさんもね。結構うまくいったかな。あっさり断ったな。せっかくのデートのお誘いなのに。どうしてモテないよね、絶対。ま、仕方ないね。スレイさんですしね。どうやらそのようだな。なんとか和平決まりそうだってよ。いやー、アリーシャ姫は大したお方だな。まったくだよ、うちの亭主にも見習わせなきゃ。
他の子も喜んでるよ、戦争がなくなって。そうだな、おじさんもそう思うよ。一杯どうだ戦友。ああ、喜んで。明日にしよう出発。でも急に眠気が。ちょ俺も腰痛が。いい部屋取ってね。失礼。ありがとうライラ、付き合ってくれて。いえいえ、私も街の様子を見たいと思っていましたから。これがスレイの導いたものなんだよね。ええ、きっとスレイさんも彼らを見てこれまでのことに思いを馳せてますわ。エドナさんやザビーダさんも同志との旅という経験をして、これまでのこと、これからのことに思いを馳せてるかもしれませんね。私たちみたいにね。明日は吹雪か？エドナちゃんが俺様に会いに来るなんてね。答えて、あなたどうしてヒョーマを殺してたの？なんでそんなこと聞くんだ？しかも今。彼らを救うため？スレイみたいに救うためにはやらなきゃいけないってこと覚悟したの？そっか、エドナは認めきれてないんだな、死が救いになるってこと。今まであえて言葉にして何とか認めようとしてたってわけか。エドナさんは聡明な方です。きっと今決戦に向け気持ちの整理をなさろうとしているでしょうね。私たちの中で最もいろんなものを見聞きしているザビーダさんと話をしてるんじゃないでしょうか。よく見てるんだな、学校の先生みたい。ロゼさんも私にお話があるんでしょ？ドラゴンが現れた時、スレイはすぐ答えを見つけたよね。この戦場でこれ以上殺させたり殺されたりしてほしくないって。ええ、そしてすぐにそのためになさねばならないことも決めましたわね。志を持った方は時間の流れを超えてしまったかのように思わされることがありますわ。すごいよね。すごい星空だな。ああ、誰が言ったんだっけ、星の数だけ思いがあるって。うまいこと言うよな。その思いそれぞれが輝いていると比喩したものだな。よっぽどのロマンチストだったんだろう。けれどロゼさんはそれに危うさを感じてるのですね。少しでも気を抜くとまた迷ってしまいそうで、努めて気を張っているんじゃないかと。気づいてないのはスレイ本人だけじゃないかな。張り詰めた糸ってほんのちょっとのきっかけでぷっつりいっちゃうでしょ。不安なのですか？ううん、不安とかじゃないんだ。どんなことになっても何が起きても私が何とかしたい、てかする。それがロゼさんの答えなんですのね。そうなのかな、
私は昔からずっとこうだよ。ロゼさんが汚れを生まない理由、分かった気がします。だからみんな安心してバーンとやっちゃってほしいんだけど、後のことは任せてなんて言うつもりはないよ。私も最後まできっちり付き合うからさ。ロゼさん、そのお話は皆さんに聞いていただいた方が良いのではないですか。そうすればきっとエドナさんもザビーダさんも勇気づけられると思いますわ。あの二人に改まって私がついてる的なこと言うのってなんか不思議な感じ。確かに。だが女の子は複雑だな。だからこそそそられるんだけれども。まったくバカなの。ああバカさ、俺は見つけた一つの方法を信じることしかできねえやつだからな。どうして信じられるの。俺はダチや同族の誇りを守ってやりたいだけさ。誰も望んで兵馬になったわけじゃないけどよ。兵馬になるってのはどういうことかわかるだろう。だから終わらせてやるのさ、そいつの誇りのために。うん。それで救われたと思う。さあね、なごた、そいつが死んだ後あの世で考えてくれんだろう。潔いのね。きっとそれが覚悟なんだわ。惚れそう？つかエドナちゃんたちはもう一つ覚悟しとかなきゃダメなんじゃないか。ヘルダルフを撃った後、スレイがマオテラスをどうするかね。それはもういいわ。覚悟してる。あの子が決めたことを受け入れるだけ。そっか。むしろそれのがすげえけどな。ダチが苦しむのを黙って受け入れる。俺はできるかどうかわかんねえ。気にすることはないわ。どうせ最後までみんな一緒よ。あ、じゃあそん時俺様がブルってたら優しく抱きしめてくれ。いやよ。ま、あの二人でも私が何か言ったぐらいで元気出るんなら一丁話してやるか。言葉をかけてくれる、それだけで十分なのです。それが仲間ですわ。ですがロゼさん、なぜ私にはお話ししてくださったんです。なんとなくライラも私と同じことを考えてるんじゃないかなって思って、抱え込んだままにしなくていいよって言いたかったんだ。え？え？何？そんな驚くこと？ああ、ロゼさんと私って似ているんですのね。勝手に決意してしまったり、自分の役割を決めつけたりしてしまうところが。ああ、そうかも。だから同じこと考えてんじゃないかって気がしたのか。なるほどな。ロゼさん、ありがとうございます。楽になった気がしますわ。そう、ならよかった。この出会いに感謝しておりますわ、ロゼさん。ライラって芝居がかってるよね、ほんと。もう、ロゼさん。さあ、みんなに伝えに行こう。
旅して分かったよ。自分からは見えてない星もあるのに、見えないから輝いてないって思われることもある。実際伊豆地から見上げるだけじゃ見えない星もたくさんあったな。誰だって気づきさえすればその輝きが分かると思うんだ。アリーシャだってみんなの声を聞いたから初めて本当の意味で分かってくれたんだから。あの時の君は傑作だった。すげえワクワクしたよあの時。他の人たちも天族に気づけるかもって。だがあれだって、君が感覚を遮断しなければ。そうか、決戦の後どうするか考えたんだな。うん、俺がマオテラスを宿して全ての感覚を閉じればグリーンウッド全域に力を委ねられるんじゃないか。そうすれば同志になれるほどの素質がなくても獣士は俺と同じように力を操れるんじゃないかって。確かに君の全ての感覚を獣士に委ねれば悪いわ。アリーシャのことを考えると力を震える獣士の数も増えるかもしれない。新たな同志の出現に期待するよりはずっと建設的な考えと言えるね。だろ？だがその行動の意味を分かって言ってるのか？ああ、マオテラスの自浄作用に任せられるくらい獣士となった人が大地の汚れを沈めるまで俺は眠り続けなきゃいけない。マオテラスとつながり、時に取り残され、何年、いや何百年待つのか。そもそも天族を知覚できる人が現れても天族と共に生きる道を選ぶかどうかは分からないぞ。信じるさ。夢はどうなるんだ？世界中の遺跡を探検するんだろう。俺が忘れない限り終わらない。わかった。サンキュー、ミクリオ。まったく、ほんとバカね。男がバカなんじゃなくて女が頭良すぎんのさ。なあ、何それ、人生観？なんだ、みんな揃っちゃったな。さっきの話みんなも聞いていただろ。ええ、たくエドナじゃないけど、ほんとバカ。出発しようか。え？朝まで待たないの？アリーシャさんたちに挨拶もなしに？この星空の下で出発したいんだ。そうすれば星空を見るたびに今日を思い出せそうな気がするから。今日の君はやけにロマンチストだな。そうかな。どうするの？行くの？ああ、決戦ですわね。ああ、んじゃ気合い入れていきますか。行こう。心配ないよな、アリーシャたちは。大丈夫、セルゲイもルーカスもいる。目的地は伊豆したな。ああ、マオテラスがいるカムランへ続く道があるはずだ。
なんていう、ジージには話さないで行こう。スレイ、必要ないだろ、また会えるんだから。そうだな、わかった。